ヨハネス・ルゼックは、ドイツ、バイエルン州オーベルストドルフ出身の、ノルディック複合選手。2009年のノルディックスキージュニア世界選手権で、団体戦同、個人ノーマルヒルプラス 10km で、銀メダルを獲得して注目される。2010年のジュニア世界選手権では、個人ノーマルヒルプラス 5km、ノーマルヒルプラス 10km とも4位、団体戦では、 金メダルを獲得した。18歳で2010年、バンクーバーオリンピック代表に抜擢されノーマルヒルプラス 10km では28位に終わったものの、団体戦では、ティノ・エデルマン、エリック・フレンツェル、ビオルン・キルヒア以前と共に、銅メダルを獲得した。2017年の世界選手権では、個人ノーマルヒル、個人ラージヒル、ノーマルヒル団体、 ラージヒル団体スプリントのノルディック複合の全種目で金メダルを獲得した。ノルディック複合ワールドカップには2008から2009シーズンにデビュー2011年3月12日フィンランドのラハティで初勝利2017年2月27日現在ワールドカップ通算14勝2018年ピョンチャンオリンピックでは個人ラージヒル 団体戦でオリンピック初優勝。ありがとうございます。